平野翔の理想の女性像、外見より大切なものとは平野翔の告白、恋愛観に隠された男らしさの秘密。皆さん、こんにちは。今日は、ジャニーズのスター、平野翔さんについての特別な話をお届けします。彼の恋愛観、好きなタイプ、そして理想の関係性について、私たちが普段感じている疑問や興味を一つずつ解き明かしていきます。 私たちの心に響く平野翔さんの真実の物語をどうぞお楽しみください。平野翔という名前を耳にしたことがある人は多いでしょう。彼はその美しい外見と演技力で多くのファンを魅了していますが、その恋愛観や理想のパートナーについてはあまり知られていない部分もあります。今回は彼の恋愛観と理想のパートナー像について深く釣りしてみたいと思います。この記事では、 彼の過去のインタビューや発言をもとに、平野翔がどのような女性を求め、どのような関係を築きたいと考えているのかを探ります。平野翔の恋愛観、男らしさと誠実さ。平野翔の恋愛観は、非常に男らしく誠実です。彼は、相手から好きと言わせないと公言しており、告白は男性からするものだという強い信念を持っています。もしも好きな相手から告白されそうになったら、 それを止めて自分から告白すると語っています。この姿勢には、相手に対する尊重と自分の感情を率直に伝えることの重要性が反映されています。また、平野翔は好きになったらすぐに思いを伝えるという恋愛観を持っています。彼にとって好きな人と過ごす時間を一秒でも長く作りたいという思いがあるからです。このように、彼の恋愛観は非常にまっすぐで、 相手に対する真剣な思いが強く感じられます。理想のタイプ、内面の美しさを重視。平野翔の理想の女性像は、内面の美しさが際立っています。彼は、内面が綺麗でキュアな人が好きだと明かしており、人の悪口を言わず、思いやりのある人が理想としています。また、外見は内面の一番外側という考えを持っており、内面が綺麗な人は自然と美しく見えると語っています。 特にドラゴンボールの孫悟空のようにピュアな心を持った人が彼のタイプだそうです。このような内面重視の姿勢は彼の誠実さと人間性の高さを表しています。礼儀と言葉遣いの重要性。平野翔は礼儀正しさと言葉遣いにもこだわりがあります。2019年に出演した通会テレビスカットジャパンで今風な言葉遣いをする人やお前という人が苦手だと明かしています。 彼は礼儀正しく、丁寧な言葉遣いをする人を好みます。このような姿勢は、彼自身が非常に丁寧で礼儀正しい人であることを示しています。平野翔の好きなタイプ、心の美しさを求めて。平野翔さんが理想とする女性のタイプには、いくつかの重要な要素があります。まず一つ目は、内面が綺麗でキュアな人です。彼は、人の悪口を言わず、思いやりのある人を好みます。 外見は内面の一番外側であり、中身が美しい人は自然と美しく見えるという彼の考え方は非常に印象的です。彼がドラゴンボールの孫悟空のように純粋な心を持った人を理想とするのもその現れでしょう。二つ目のタイプは礼儀正しく言葉遣いが綺麗な人です。平野さんはカジュアルすぎる言葉遣いやお前といった言葉を使う人が苦手だと明かしています。 彼は礼儀正しさや美しい言葉遣いを重視するようです。三つ目のタイプは食べ方が綺麗でよく食べる人です。彼は食べることを楽しむ姿に魅力を感じます。健康的でたくさん食べる姿を見ると食事の楽しさを共有できると感じるのでしょう。ちなみに彼は程よいぽっちゃりの女性が好みだそうです。恋愛の理想像、安心感と自立。 平野翔は恋愛においてキュンキュンする瞬間よりも安心感のある関係を求めています。彼にとって理想の関係はお互いが家の中で好きなことをしていても気にならない夫婦のような関係です。また彼は家での一人の時間も大切にしており長く付き合っていくにはお互いに過度な期待を持たないことが重要だと考えています。趣味を共有する恋愛平野翔の理想の恋愛は 彼女と趣味を一緒に楽しむことです。彼は釣りが大好きで、一緒に釣りを楽しんで釣った魚を二人で調理するというデートを理想としています。このように、共通の趣味を持つことが、彼にとって理想の恋愛の形なのです。結論、誠実で純粋な心を求めて。平野翔の恋愛観や理想のパートナー像は、非常に誠実で純粋な心を求めるものであることが分かりました。 彼の恋愛観は、相手に対する尊重と誠実さを重視し、内面の美しさや礼儀正しさを大切にしています。また、趣味を共有することや安心感のある関係を求める姿勢は、彼が非常に人間味あふれる人物であることを示しています。平野翔のような誠実で純粋な恋愛観を持つ人と出会えることは、幸運であると言えるでしょう。 彼の恋愛観を知ることで多くの人が自分の恋愛に対する姿勢を見直し、より良い関係を築くヒントを得られるかもしれません。私たちが学べること。平野翔さんの恋愛観や理想の関係性から、私たちはいくつかの重要なことを学ぶことができます。まず、相手に対する思いやりや配慮の重要性です。彼の相手から好きと言わせないという姿勢には、相手を尊重し、 自分の気持ちを率直に伝えることの大切さが現れています。また、共通の趣味や価値観を共有することが、長続きする関係を築く鍵となることも示されています。さらに、平野さんの理想の関係性から、パートナーシップにおいて互いの自由を尊重し、自然体でいられることが重要であることがわかります。求めすぎず、お互いの子を大切にすることが、長続きする愛情を育む秘訣です。 今後の平野翔さんへの期待。平野翔さんの恋愛観や理想の関係性を知ることで、彼の人間性の深さに触れることができました。これからも彼が素敵に年齢を重ね、さらに魅力的な人物として成長していくことを期待しています。そして、彼の恋愛観や理想の関係性が、私たち自身の恋愛や人間関係にも影響を与え、より良い関係を築くためのヒントとなることを願っています。 終わりに、あなたの理想の関係は平野翔さんの恋愛観や理想の関係性を通じて、私たち自身も自分の理想の関係について考える機会を得ました。あなたにとって、理想の恋愛や関係性とはどのようなものでしょうか自分自身の心に耳を傾け、相手を尊重し、お互いに自然体でいられる関係を築くためにはどうすればよいのでしょうかこれからも、自分自身の理想を追求し、 素晴らしい関係を築いていくために一緒に考えていきましょう。皆さんの考えや経験をぜひコメントでシェアしてください。平野翔さんの恋愛観を通じて新たな発見やインスピレーションを得られたことを願っています。最後に皆さんはどのような恋愛観を持っていますかまた理想のパートナー像について考えるとき何を一番重視しますか平野翔の恋愛観を参考に 自分自身の恋愛観を見つめ直してみるのも良いかもしれません。